今ですね、アンエマルという、いつもお世話になっている屋久島の居酒屋さんにいるんですが、今この靴ですね、しかもあの普通の靴で、あのちょっと旅団をあえて観光したいと。もともとね、あのここに来るのがもう日没後だということで、旅団これやれないだろうと思ったんですけど、まあ、比較的まだね明るいってこと。ただあの僕あの、昨日かまだな屋久島高校の、体育祭で自転車の時に、あ、ちょっとね、ちょっとだけこんな感じ、今赤くなってる、膝をすりむきましてね、はい、グラウンドが砂地だったんで、あのなんていうか足を取られてスタートの時、それでまあなんていうか、まあ、転倒したということでございまして、だからまあちょっと早かし、それもちょっと早かしじゃないんですが、靴がね、普通の靴なんで、あのランニング用の靴じゃないんで、ちょっと走らないですけど、旅ランって言ってもなんかちょっとなんちゃって旅ランでございますけど、このアンエマルのある、この屋久島をちょっと走らないと思います。なんか泣いてるな、なんだろうな。今回屋久島に来て旅ランがこれ5回目。今回はですね、あの屋久島大空高校の仕事でいつもお世話になってる場所をですね、意外とあのこういうくまなくこまめにあの旅ランをしてご紹介するという、そういう会になってまして、しかも今回ですね、屋久島滞在、先週あの台風が来てね、大変だったんですけど、滞在中本当に全然雨も降らないで、これ珍しいんですよね、こんなに天気が続くってのは。なのでそこは恵まれた天気の中、お役所の滞在でございます。よいしょ、何しろ足が怪我してるし、靴がこれだし、ランニングシューズじゃないし、そんなに早く走れないんですけど、よいしょ。まあ旅ランっていうのはね、いろんな形があっていいんで、この白馬というか、もう本当に日の入り後のというね、まあ、屋久島の様子っていうのも皆さんに、見ていただくのはそれが何かいいかなと思って、本当短い旅なんでございますが、よいしょ。ああ、いい景色だ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。やっぱりなんか回ってるね。本当にもうショート旅なんでございますね。山がすごいね。神秘的ですよ、本当に神秘的な屋久島の山でございますが、はい、今500メートルぐらい走ったのかな、そろそろ戻りたいと思うんですが、何しろね、足がね、足が痛いあの砂地でバサッとやられましたからね、はい、おー綺麗だな、すごい神々しいよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
おお、神秘的な山だな。雲の風情がすごい。ねえ、この日没後、今30分ぐらいかな。そうですね、日没後25、6分、7、8分。この公園のこういう雰囲気で何とも言えませんね。伝統が明るい。そしてその向こうの山。なんかね、すごくお声の声旅なんだな、これ。靴は普通の靴だし。ねえ、膝は痛いし。しかし、この旅はやってよかったなと。走るつもりじゃなかったんですけどね。日没後だし、無理だなと思ったんだけど、よかった、この旅はやって。この昼が夜に移り変わる、この時間帯の何とも言えない気配、それを感じることができてよかったです。アゲマルの、明かりが見えてきましたね。そして、この夕暮れの素晴らしい景色ですよ。アゲマルの前の自販機には、このように、カップラーメンも売ってますね。タラバタプッシュポップって何これ。屋久島近海沖で獲れた新鮮なお魚はもちろん、選手自ら獲ってきたトビウオを使用したご料理も用意してますということで、あれ、とても素晴らしい。Distance 1 km ということで、アゲマルでの、一杯の前の旅案でございました。